ちは、トレンドデーのさやこです。ネクタイの結び方まだまだ上手にできないよっていう方が多いので、今日もやっていきたいと思います。まずはじゃあ簡単なプレーンノットからいきますね。証券の上に台形を重ねてもらって、後ろからぐるっと前に回していきます。そして台形をこの時点である程度形を作ってしまいます。そしてノットのノットを作っていきますね。下に優しく引き抜いてもらって整えて、あとは上に引き上げるだけ。ちょっとね、ワイドカラーにプレーンノットはあまり合いませんけれども、ちょっとそこはご容赦ください。はい、こんな感じでプレーンノット完成です。はい、何度も練習してやってみてくださいね。いいね、コメントお待ちしてます。